はい、カスケルヨタです。本日も動画をいただきありがとうございます。今日は自殺とか死についての話をしていこうと思います。前回のガンとかで死についてちょっと触れたりだとか、あとは昔の動画で自殺について触れたお話があるんですが、その自殺について触れた動画の中で、俺も死にたいんだけどどうしたらいいとかですね、なんか自殺を私がほのめかしてるような感じになってしまったので、そうじゃないですよっていうところと、私の死生観、あとは、まあ、死生観まではいかないですけど、これは最近読んだ本の中に書かれてるやつで面白いのがあったので、ぜひあなたにも紹介していこうと思います。で、まずそもそも死っていうものについて考えなきゃいけないときに、死ぬのが普通の人はやっぱり怖いと思うのかなと思います。それは剥奪説って言われる説があって、前回の動画でもちらっとお話ししましたが、こんなにまだまだ、ずっと生きていればまだまだ幸せなものが待っていたはずなのに、それが奪われてしまう、それが怖くなって死というものが怖い、そんな状況になってしまうっていうことですね。なので楽しいことがまだまだ待ってると思えば、人はずっと生きていたい、そんな風に思うはずなんです。反対に楽しいものはもう何も待っていないと、これから先の人生もう何も楽しいことが絶対にないから、もう俺は死ぬしかないんだと思うと、自殺っていう選択肢になってしまいます。自殺する人って日本とか特に多いですよね。先進諸国とか比べていっても日本で自殺する方ってものすごく多くて問題になっているのかなと思いますが、そういった自殺をする人の背景としては、もうこの先の未来に何も俺はいいことが待っていないと、そんな風に思われる方が自殺っていう選択を取ってしまう、そんな風に、言われているんですが、これって、実際に起こり得るとは私は思ってて、まあ、例えば本当にしんどい病気になってしまって、ずっとこの病気と戦い続けないといけない、痛みとか苦しみからずっと戦い続けなきゃいけなくなって、将来的にももう打つ手がないような、そんな状況になってしまうと、もうそれって将来的にも、今回の人生ずっと幸せが待っているかって言われたら、大きな幸せがこれから先待っているかって言われたら、もしかしたらそうじゃない場合も中にはあるんじゃないかなと思います。そういう場合に関して言うと、私は自殺したいっていう人のことに関して、それは道徳的に間違ってるよとか、命を大事にした方がいいよとかっていう気はさらさらないです。もうそうなってしまったら死っていうものを選ぶ、そんなことに関しては私は仕方ない部分もあるのかなと思いますが、私も死にたいですしね。そうなったらもう本当に苦しくてもう治りようがないって分かった時には、私も自殺をしたい、そんな風に思ってはいます。ただことですね、なんか恋人に振られたとか、授業が失敗したとか、受験に落ちたとか、家族とうまくいかなくなったとか、そういったところで自殺っていうものを選んでしまうっていうのはちょっと根拠が乏しいかなと思います。根拠が乏しい、根拠が乏しいっていうのは、ずっとこれから先も幸せが得られないっていう、そういった根拠にはなり得ないんですね。もう例えば絶対想像もしたくないんですけど、私の大事な妻とかが、事故で失ったり、子供の事故で失ったりとか、そういったことが起きた時にどう感じるかって言われたら、それはね、その時はめちゃくちゃ死にたいなと思うと私も思います。ただそこで自殺を選ぶかどうかっていうと、ちょっとそこは冷静に考えた方がよくて、まだまだですね、未来には幸せが待ってる可能性もありますよね。めちゃくちゃ辛いのは辛いですけども、まだまだ幸せになれる可能性っていうのがゼロとは、そういった根拠にはなり得ないんです。新しい人が見つかるかもしれないし、新しい子供を授かるかもしれないし、そういった根拠はやっぱりこれから先幸せになれるかなれないか、絶対に無理っていうことの可能性はゼロにはならないので、そこはちょっと視野が狭くなってしまうと自殺を選んでしまいますが、視野を広くとって、まだまだ未来には、今はもちろん辛いけど未来には何か明るいことが待ってるかもよっていう考え方を持てると、自殺っていうことを選ぶことはなくなってくるのかなと思います。それでもね、なんかもう苦痛がすごいとか、そういったことになればちょっと話は別ですが、多くの場合はそうではないので、今はもちろん辛いけど未来はわからないよっていう状況をちゃんと頭で認識できれば、自殺っていうところを選ぶ必要はないんじゃないかなと思います。
今日のお話はそんな感じで、ちょっとなんか説教じみた感じにもなってしまいましたが、最近読んだ本ですごく良かったので、ちょっとだけご紹介させていただきました。死について、自殺についてですね、一度考えるきっかけになればいいかなと思います。こんな感じで健康のお話とかもしていますので、ぜひチャンネル登録もお願いいたします。本日の動画は以上です。また次回の動画でお会いしましょう。以上です。